を使ってみます。まずはちょうどご飯が炊けたので混ぜます。お魚焼くやつを予熱してます。だし自分で取って瓶に入れといたりもするんですけど、朝そういうの作ってなくて忙しい時は、お姉ちゃんが今日はいるのでちょっとバタバタ音するかも。作り置きしたのを朝は食べます。時間ないんで、料理教室に通い始めたのも大学選んだ理由も、幼小中高大全部お姉ちゃんのものです。学部までお味噌、はい、こんな感じで朝ごはん完成しました。玄米です。お魚、これはもやしと海苔と大根入れました。あとは作り置きのメニューと金柑です。いただきます。朝時間がないときはスムージーとか味噌汁だけとか、この無印のすぐお湯入れるだけのスープ、あれが大好きでいろんな種類あります。ずっと見てくる。ごちそうさまでした今日の夕飯です。今日はカレーにしました。野菜たっぷり、あとコーンスープ、サラダとなめろう、エビマヨです。はい、今日の朝ごはんはワンプレートです。こんな感じ。今ちょっとお昼なんですけど、出かけるまでに時間があるので夕飯の準備をしてから出かけようかなって思います。スペアリブを今日は夜に食べたいので、これを準備してから、まあ置いといたらね味も染み込むの で夜また温めて食べたいと思います。ということでスペアリブの煮込みを作っていきます。まずはニンニクをみじん切りにします。すごく便利なものがあって、私はいつもみじん切りはこれを使います。これすごい本当に便利で、これぐらいに切ったのを2つ入れて、これ玉ねぎとかも使えるから本当にすごい便利。あとは引くだけ。圧力鍋に油入れて今ニンニクを入れました。でちょっと香りが出るまで待ちます。いい香りがしてきたのでスペアリブを入れていきます。はい、こんな感じで焼き色をつけていきます。お肉はねあんまり触らない方がいいです。あのひっくり返すまで。そしたらくっついてると思っても触らないでいれば、こうだんだんね焼き目がついたりしたら離れてるので、そしたらひっくり返します。その間にタレを作っていきます。お水を200入れました。そこにさっき合わせた調味料を入れます。
好みで味は調節してください。蓋をして強火にします。あと夜グツグツ煮込んで食べます。今日のご飯はスペアリブとエビワンタンスープ作りました。はい、簡単なワンプレート朝ごはんです。こんばんは、ミオです。今日も夕飯作っていきたいと思います。まずは空心菜炒め作ります。にんにく、これを使います。いつも使ってるやつ。フライパンにごま油入れて、にんにくをちょっと香りが出るまで熱します。こんにゃくを一口大にちぎっていきます。その間にお湯沸かしてあります。こんにゃくはね、包丁使わないで手でちぎった方が味が染み込むので。空心菜炒めます。茎の方から入れます。こんにゃく茹でます。1時分茹でます。空心菜も味が絡んだのでもう完成。ではさっき茹でたこんにゃく焼いていきます。よく炒めていきます。今日はラム肉焼いていきます。焼くだけ。こんにゃくのやつ炒めは、そこに明太子を入れていきます。で、完成です。はい、皮取って、明太子を入れて、ネギとこんにゃくと明太子、あとラム肉味付けて終わりです。ラム肉の味付けは醤油ベースです。ということで、また。はい、ということで夕飯完成しました。こんな感じ。なんか、ごちゃごちゃしてるけど、まあ味は一緒ということで。おはようございます。今起きてね、まだ3分ぐらい声も出ず、こんな感じですが、朝ごはんを作ります。作るって言わない。今日はホットサンドです。ホットサンド、マーガリンをパンに塗ります。もう手洗って消毒しましたよ。ハムとチーズ挟みます。袋が固まってた。はい、完成しました。ホットサンド と、無印のミニストローネ、パプリカのハチミツレモン漬けに、ささみとブロッコリーのマスタードあえ、スクランブルに、あ、おはよう。こんな感じです、今日の朝ごはん。はい、今日の夕飯です。うなぎがね、半額になってたから買っちゃいました。あとは基本的に野菜とフルーツです。ちょっと朝ごはんがっつり食べたんですけど、お昼お腹が空いたので、で、なんか今日甘いものがすごく食べたいので、パンケーキ作ります。
よくさ、好きな食べ物はって聞かれて、いちごって言うんですけど、そうするとさ、友達とかがかわいいとか、またまたとか言うんですよ。そういうね、かわいい好きとかじゃなくて、いちごの食べ放題で100個ぐらい食べれる、そんガチの好きみたいなあんまり可愛くない好き惹かれる方の好き焼いてます。材料ね、こんな感じ。フルーツやん、作りたいの。フルーツだね。なんか食べたいな。かわいい。あ、ふつふつしてきた。棒読みだったけど本当に綺麗。ちょっと上からヨーグルトをかけたらおしゃれなのかな。おしゃれとか求めてないから。焼けました。こんな感じね。バナナと仕事、うん、よし、メープルかけて完成。盛り付けのセンスなさすぎるけど完成しました。いただきます。うん、うん、甘いもの大好きだけど普段太るからあんまり食べないように気をつけてます。完食しました。はい、じゃあ夕飯を作っていきたいと思います。そら豆、焼いていきます。ささみ、志麻さんのレシピで作る。塩と砂糖、きゅうり叩きます。ささみを入れます。あとは蓋をして放置。カモ、カモは塩コショウして、コロス焼いていきます。焼き色がついたらお肉焼いていきます。カモはそんな強火じゃなくて、だんだんと火を入れていった方が旨味が出るって聞いたことある気がします。あとソースが煮詰まったらかけて、味噌汁温め直して盛り付けて完成です。ということで、はい、今日の夕飯完成しました。こんな感じです。ちょっと黄色かぼちゃ足せばよかったかな。わあ、うっちゃんも釣りたいな。うれ、こっち向いて。うれ、いただきます。今日は鴨肉にしたんですけど、鴨の脂は融点が低いので体にあまり残らないのですごくいいと思います。ということで全部食べ終わりました。あとね、楽しみに待っている手作りの一番の服が残ってるの、これはゆっくりいただきたいと思います。ということで、ごちそうさまです。